日本秋田県秋田市南川岡南川岡は秋田県秋田市にある町名。現行行政地名は南川岡1丁目から南川岡3丁目。住居表示実施済み地区。秋田県住宅供給公社が開発を手掛けた。JR 秋田駅から南東に約5キロ、車で約10分かかる小高い丘に県などが出資する秋田県住宅供給公社が開発。 販売に当たったニュータウンである。当初、同校舎は全体で750区画の販売を予定していたが、販売不振のため2004年に計画を309区画に縮小。残りの区画については、荒造成の段階で計画を中止し、その活用のあり方について検討に入った。その結果、県は翌年、 91区画を県営住宅の建設のため、買い取り、その他の敷地を障害児向けの教育、医療、福祉の総合エリアを整備する方針を示し、その後、各施設の建設工事が着工した。市は、2018年6月1日に住居表示の実施に伴い、同市上北サ猿田、上北で百崎地区の各一部を分離して、 南が丘一丁目から同三丁目を新たに設置した。県は1994年以降、特別支援教育と領域で、それぞれ施設の整備を検討してきたが、施設を統合して整備した場合、設備の共用で約8億円の削減になると、2005年当時の寺田、助代知事が県議会一般質問で答弁。同年度に、秋田県子ども総合支援エリア基本構想案を、 策定した。これを受けて、公募によって、輝きの丘と決まった、南が丘ニュータウン内の小児療育や、特別支援教育の拠点エリアに、総工費約117億円を投じ、秋田県立盲学校、秋田県立老学校、秋田養護学校と、活平養護学校を統合した秋田県立秋田、きらり支援学校、秋田県小児療育センターと秋田県、 太平洋育園を統合した秋田県立医療療育センターが整備され2010年4月にそれぞれが開校、開所した。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。